私の名前はパニコ、28歳の会社員です。私には2つ年上の恋人がいて、トールって名前です。大学を卒業してすぐに付き合い始めたので、交際も6年目。私は実家暮らしで、トールは一人暮らし。若い時はラブラブでいつも一緒だったけど、最近は月に 2,3 回デートして近況報告して終わりって感じかな。まあお互いに相手のことが分かってるから付き合うのも楽なんですよね。でもここ数年で周りの友達はどんどん結婚して、子供のいる人もちらほら出てきました。私もそろそろ結婚を考える年頃かなと思っています。ねえトール、私たちも付き合って6年も経つし、そろそろ結婚とか考えてくれてるの？私が聞いてもトールの返事はいつも同じ。考えてないわけじゃないけど、もう少しさ、会社で役職とかつかないと結婚式で格好つかないじゃん。それに給料ももうちょっとないと。でもね、このセリフは2年前からちっとも変わってないんです。あのさ、私も働いてるし、2人で稼いでいけば何度問題もないでしょ。役職なんて別にいらないし。いや、やっぱり結婚式で箔がつかないとダメだよ。それに将来子供ができたらパニコも家に入るわけだろ。そしたらやっぱ俺一人が働くわけじゃん。もう少し給料が上がらないとな。確かにトールの言う通りかもしれませんが、私だって一応貯金してるし、トールの給料が上がるのを待っていたらおばあちゃんになっちゃう。いつもこんな調子でのらりくらりと断られ、本当は私のことなんて好きじゃないんじゃないかって思っちゃいます。この前トールの実家に遊びに行った時もこの話題になったんですよね。あなたたちも付き合って随分経つし、トールもそろそろ身を固めてもいいんじゃない？そうだな、私たちが元気なうちに孫の顔も見たいしな。ご両親の言葉に私も大きくなずいたんですけど、当の本人は全然興味を示さないというか。そうか、まだ早いと思うんだよね。だって俺まだ役職もついてないし、給料だってもう少し上がらないと。相変わらずの理由で結婚話を回避してばかり。お前そんなことばかり言って、そんなんじゃいつまで経っても結婚なんてできないだろう。結婚には勢いだって必要なんだよ。そうよ、いい加減にしないとパニコさんに捨てられちゃうわよ。それはあの時は笑ってごまかしたけど、ちょっとそんなことも考えちゃうよね。だいたい最近のトールは全然私のことを大切にしてくれないし、友達と遊びに行く機会の方が多いんですよ。この人とずっと付き合っていてもいいのかなと疑問に思い始めていたんです。だからこの間ついに私は意を決してトールに言ったんです。トール、私もう待てないよ、愛してるから結婚してって。そしたらトールったら、え、女からプロポーズってなんか引くわ。焦ってる女ってみっともな。それに俺もうちょっと待ってって言ってるよね。なんで言うこと聞いてくれないの？俺さ、そういうの嫌なんだよね。私のことをボロクソに言って挙句に嫌ってどういうこと？むっかー、愛を感じない。なんだか一気に気持ちが冷めちゃいました。結局トールは私と結婚する気なんかないのかな。私はすっかり気落ちして塞ぎ込んでしまいました。そんなある日、私の姿を見て心配した父が知り合いから勧められた見合い話を持ってきたんです。トール君もいつまで経っても逃げ切れないし、パニコにその気があるなら会うだけでも会ってみたらどうだ。悪い人じゃないようだし、パニコもそろそろ将来を真剣に考えてみてもいいだろう。確かにこのままトールとズルズル付き合っても将来が見えません。結婚相手が優柔不断で、おまけに頼りがいもゼロってちょっとね。昔は一緒にいるだけで楽しくて幸せだったけど、お互いにいい年なんだし、将来のことも真剣に考えたいですよね。わかった、ちょっと考えさせて。父にそう言って、私はトールに相談することにしたんです。トールのマンション、久しぶりに会ってもトールはいつもと変わらず、この間のプロポーズの件を話すでもなく、私がいてもいつも通りにテレビを見たりゲームをしたりして過ごしています。私この間結構本気だったのに。まるでなかったことにされたみたいで、トールの態度にがっかりです。やっぱりこの人とずっと一緒にいても仕方ないのかな。そう思った私はお見合いをすることを決意しました。
うん、いつまでもうじうじ考えても仕方ないし、とトールと私は縁がなかったんですよね。あのさ、話があるんだけど。私は真剣な面持ちで話し始めました。実はお見合いの話があってさ、父からも勧められてるんだよね。トールは一瞬驚いたような表情をしましたが、私ももういい年だしさ、トールも結婚する気あまりないみたいだし、だったらさ、お見合いするから別れてそれぞれ別の道を歩いた方がいいのかなって。とここまで言って、再びトールの顔を見るとなんだかニヤニヤ笑っています。え、なんで？何、そうやって俺の気を引こうとしてるの？さては結婚せかす作戦？焦らせて結婚させるつもり？しょうもな、もうそういうのいいからさ。いやいや、この人分かってないでしょ。気を引くためにわざわざ見合い話なんてしないっちゅうの。そうじゃなくて本気で考えてるの。はいはい、分かった。そんなことまでして探したいわけ？必死じゃん。むっかー、あまりに失礼な態度に私はすっかり頭に血が昇っちゃいました。と同時に冷めていたトールへの思いは一気に氷点下に。結局この人は何を言っても私との結婚なんてどうでもいいんですよね。もういいや、私お見合いして結婚するから、私たち別れよ。私が本気で別れを切り出してもトールには全く響かなかったみたい。だからそういうのはいらないってば。もういいよ、出ていけ。分かったわよ、さようなら。そう言うと私はトールの部屋にある自分の荷物をまとめてマンションを後にしました。多分トールはいつもの喧嘩で私がすぐに戻ってくると思ったんでしょうけど、私は速攻携帯も着信拒否して LINE もブロック。トールの両親のことは大好きだったけど、二人にも事情を話してお別れしてきました。二人ともとても残念がってくれましたが、私の将来のためにもあんな優柔不断な男とはさっさと別れた方がいいって。しばらくは共通の友人を介してトールからの連絡が入っていましたが、一切無視。そうこうするうちにだんだんと連絡も途絶えてきました。もう私の6年間は何だったのよ。本当はトールと結婚したかったな。しばらくは悲しくてメソメソしちゃいましたが、同時に怒りもこみ上げてきたんです。ねえ、トールの分からずやめ、私のことが大事ならもっと真剣に連絡してこいよ。だってトールは私の会社も実家も知ってます。その気になればいくらでも連絡手段はあったはず。結局私に未練はなく、ジ・エンドってことなんですね。こうなったら絶対に幸せになってやる。こうして私はトールとの生活にピリオドを打ち、心機一転新たな生活を始めたのです。数ヶ月後、お見合い相手のタクヤさんは私より5つ年上でとても優しい人でした。どうしてこんなにいい人がこれまで独身でと思うほど人間的にも素晴らしくて、私はすっかり彼に夢中。こんな素晴らしい人が世の中にいたなんて。タクヤさんはこれまで仕事一筋で恋愛をする暇もなく働き詰めだったそうで、これからは自分の時間を一緒に過ごせる人を探していたんですって。何度か会ううちに私たちは意気投合し、トントン拍子に結婚へ。身内だけの小さな式を挙げ、そしてなんと私は子宝まで授かっちゃいました。こんなに幸せな日々が来るなんて嘘みたい。まさかお見合いから半年ちょっとで子供まで授かるなんて。うん、きっとパニコと僕は運命の赤い糸でつながっていたんだよ。あっという間に家族も増えて本当に幸せだよ。幸せいっぱいの日々を送る私にとって、トールとの日々はもはや遠い話。すっかり彼のことなんて忘れて毎日楽しく生活していました。その日私はタクヤと一緒に実家を訪れていました。お腹の膨らみも目立ち始め、会社も退職し、あとは出産を待つばかり。タクヤと話し合って出産前後は実家で過ごすことに決め、その準備のための帰省でした。両親と私たちの4人でお昼ご飯を食べていると玄関のチャイムが鳴りました。誰だろう、ちょっと見てくるね。いいよ、パニコは席に座ってなよ、僕が出るからさ。妊娠してからというもの、タクヤったら異常なくらい過保護なんですよね。おかげで私は上げ膳据え膳で甘えっぱなし。
もっと動くように産婦人科の先生に怒られちゃいました。大丈夫大丈夫、動かないとダメだって先生にも言われてるし。そう言って私は席を立ち玄関へ。はい、どなた？え、なんで？なんと玄関を開けるとそこにはトールが立っていました。10ヶ月ぶりに見るその顔には満面の笑みが浮かんでいます。パニコ、待たせたね、迎えに来たよ。そういうトールは胸に大きなバラの花束を抱えていました。サプライズ、パニコ、俺と結婚してください。は？花束を私の手に押し付けると、トールは片膝を地面についてポケットから指輪を取り出し、え、ちょ、この人何なの、うわうわ、勘弁してよ。完全にドン引きの私、秒で花束を突き返して言ってやりました。は？サプライズって何言ってるの、私たち別れたよね。ここに来てやっとトールは私が引いているのに気づいた様子。え、別れたって？別れたよね、あんたが出て行けって言ったんだよね。え、全然分かってないトール、私お見合いするって言ったよね、あれから私お見合いして結婚したし。キョトンとして状況を理解できていないみたいです。しばらく考えていたみたいですが、やっと私の言葉が脳みそまで到達したみたい。今度は立ち上がると突然まくし立て始めました。なんで結婚してるの、なんで俺のこと待ってないの、しばらく連絡しないで心配させて、いきなりプロポーズして喜ばせようと思ってたのに、6年かけてサプライズだったのに。女ってサプライズが好きなんだろ。はぁ、あ、別の意味でサプライズだわ。なんで私が今まで待ってると思ってたのか、わけわかんねえ。いやいや、ないわ。別れたから連絡しなかっただけだし、もうあんたに愛情は1ミリもないんだけど。つうか私も名字変わってるし。だってお前俺のこと好きじゃん、結婚しようって言ったじゃん。結婚したなんて嘘だろ、俺お前のために家も車も買ったんだよ。はぁ、私一言も家が欲しいとか車欲しいとか言ったことないんですけど、そんな金があったならさっさと結婚してくれればよかったのに。玄関先でギャンギャン騒いでいると、奥から両親とタコヤが出てきました。久しぶりに見るトールの姿に両親はびっくり。なんでトールさんが、何その花束。床に散らばったバラの花とトールの握りしめている指輪を見て、母は全てを察したようです。ちょっと、パニコはもう人様の奥さんよ。それにお腹には赤ちゃんが。あ、赤ちゃん、やったー、でかしたパニコ、俺の子供だろ、なあ、やったー、男かな女かな。いやはや、こいつ人の話聞いてねー、10ヶ月以上会ってないのに、なんであんたの子を妊娠してるのよ。私は呆れ返って何も言えずに立ち尽くしていました。するとそれまで黙っていた拓也がとうとう口を開きました。さっきから聞いていたら、あなた人の嫁さんに向かって随分ですね。パニコはとっくに私と結婚して幸せにやってるんです。お腹の子供も 100% 私の子で間違いないです。あなた、これ以上失礼なこと言うなら警察呼びますよ。トールは目を白黒させていましたが、私と拓也がお揃いの指輪をしていることにやっと気づいた様子。ね、あんたパニコマジで結婚したの、なんで、どうして、やだ。まるで子供のように泣き叫ぶトールの姿を見て、本当にこの人と別れてよかったと思いました。自分勝手な都合ばっかりで人の気持ちも考えてないし、最低な男。結局いつまでもグダグダと泣いているトールは、タクヤに首根っこをひっつかまれ、バラの花とともに外に放り出されて、トボトボと帰っていきました。二度と俺たちの前に顔を出すなよ、今度は本当に警察を呼ぶからな。タクヤの言葉がその背中に響いていましたよ。惨めな男。その後もトールは私の前にたびたび現れ、しつこく復縁を迫ったり、恨みがましいセリフを言って脅したりしてきました。当然私はサクッと警察に連絡し、トールはお縄に。ストーカー行為が職場にも知られ、仕事はクビ。私への接近禁止命令も出て、呆れた両親にも縁を切られたそうです。後から共通の友人に聞いたのだけど、トールったら私と一緒に住むつもりで一軒家を購入して、家具やら何やら全て新調していたらしいんです。これまでコツコツとお金を貯めて、
私が欲しくもないものを自分勝手に買って驚かそうと思ってたんですって。けれども仕事をクビになってローンの支払いは滞り、あっという間に破産してどん底生活に。友人たちに泣きついたようだけど、私との経緯を知ってる人たちに冷たくされ、一人ぼっちでネカフェを転々とする生活を送っているそうです。ま、人の気持ちもわからないような人だから一生一人ぼっちがお似合いですよね。私はというと、無事可愛い女の子を出産しました。名前はパニミ。私にそっくりの女の子です。あんなダメ男と一緒にならなくて本当に良かった。あそこまで自分勝手な人だとは気づかなかったのよね。でも彼と揉めてくれたおかげで俺はパニコと出会えたわけだし、ある意味俺たちを引き合わせてくれた人って感じ。うん、タクヤと出会えたのは運命よ。こんなに素敵な人と結婚できて私は世界一幸せよ。もちろん俺もパニコに出会えて世界一幸せだよ。それにパニミまで生まれて宇宙一幸せだ。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。